権力者の館にスポットを当てましょう。王たちは絶大な富と力で豪華絢爛たる宮殿を築きました。そこには当時最高の素材が使われ、技の粋が集められました。パリから南西に20キロ。名作ナンバー38、ベルサイユ宮殿。太陽王ルイ14世が建てさせた世界で最も華麗な宮殿です。室内は一流の職人の手になる調度品で飾られています。ルイ14世が愛用していたこの時計、今も職人がネジを巻き時を刻んでいます。この宮殿の主ルイ14世はフランス絶対王政を確立しました。最も贅を尽くしたのがこの鏡の間。587枚もの鏡がはめ込まれています。当時ヨーロッパで精巧なガラスを作れるのはベネチアだけ。そのためガラスは同じ大きさの名画に匹敵するほど高価なものでした。ルイ14世はベネチアから拉致するように職人を連れてきて、この鏡を作らせたのです。夜ごと舞踏会が開かれたという鏡の間、フランスの栄光を誇示するショーウィンドウでした。オーストリア・ウィーンにも豪華な宮殿があります。ヨーロッパ一の名門王家ハプスブルク家の宮殿です。名作ナンバー39、シェーンブルン宮殿。17世紀後半に建てられました。18世紀に入り、女帝マリア・テレジアによって大幅に改装されました。内装は優雅なロココ調で統一。1441ある部屋の中で最も華やかなのがこの大ギャラリー。フレスコ画や金箔で包まれたこの部屋で大宴会や舞踏会が開かれました。マリア・テレジアがこだわったのがこの漆の間。見てください、東洋の風景が描かれています。日本の女性や武士の姿も見えます。ハプスブルク家の女帝はヨーロッパだけでなく東洋まで支配したいと夢見ていたのです。ロシア・サンクトペテルブルグ。18世紀初め、ここに都を移したロマノフ王朝はヨーロッパ風の新しい都市を建設しました。名作ナンバー40、エルミタージュ。ロシアバロックの粋と謳われた宮殿です。白大理石をふんだんに使った大使の階段。各国の大使はここを通り皇帝のもとへと向かいました。この宮殿の最初の住人はエカテリーナ2世、ロシアの西欧化を進めたロマノフ王朝の女帝です。
彼女のこだわりはこの孔雀石の間。シベリアのウラル山脈で採れる鮮やかな緑色の孔雀石を2トンも用いています。ロシアならではの素材で絢爛たる宮殿を作ったのです。それこそヨーロッパの大国に負けない国を目指したエカテリーナの思いでした。次にイスラムの宮殿を見てみましょう。スペイン・グラナダ。ここはイベリア半島最後のイスラム王朝グラナダ王国の首都でした。名作ナンバー41、アルハンブラ宮殿。豊かな水をたたえる中庭。ここはとにかく水にこだわった宮殿です。アフリカの砂漠からやってきたイスラムの人々にとって水の豊かな場所こそ楽園でした。水は6キロも離れた山から引き込んでいます。ローマ帝国譲りの高低差だけを利用した見事な給水設備です。内部には小さな杉の木片を8000個以上もはめ込んだ天井。砂漠で見る満天の星空のようです。グラナダ王国は250年の繁栄の後、15世紀末カトリック勢力により滅ぼされました。アルハンブラ宮殿は当時の栄華を忍ばせる美しきオアシスです。ドイツとオーストリアの国境近く、バイエルン国王の城がそびえます。名作ナンバー42、ノイシュバンシュタイン城。中世の城かと思いきや、実は19世紀も後半になって建てられました。4階の玉座の間も中世をイメージしてきらびやかなビザンチン様式です。寝室の洗面台は白鳥をかたどっています。ノイシュバンとはドイツ語で新しい白鳥という意味です。城の主ルートヴィヒ2世は中世の伝説に夢中でした。それは民衆の危機を救うため白鳥の引く船で現れた騎士の物語。その伝説をオペラにしたリヒャルト・ワーグナーに惚れ込んで作った歌合戦の間。いつかここでワーグナーのオペラが響くのを夢見ていました。さらにこんなものまで。洞窟です。ワーグナーのオペラに登場するヴィーナスの洞窟をイメージして作られました。中世の伝説をひたすら追い続けた王の夢の空間です。ロンドンのランドマーク、ビッグベンを擁するこの建物。名作ナンバー43、ウェストミンスター宮殿。11世紀以来、国王の居城として使われてきましたが、
16世紀以降、国会議事堂となりました。その後、火災に遭いますが、1860年、中世の宮殿を思わせるゴシック様式で再建されました。内部も宮殿と見間違うほど豪華です。ここは貴族たちで構成される上院の議場。壁と天井は金、赤い革張りの議席が並ぶ優美な部屋です。議場の正面には高さ4メートルの金の玉座があります。今でも女王が議会の開会宣言を行うときに座ります。ここは宮殿の風格を保つ大英帝国のシンボルです。アメリカ・ニューヨーク、世界一の高さを求めた自動車王がいました。名作ナンバー44、クライスラービル。随所に自動車産業の栄光を誇示するデザインが盛り込まれています。まずビルの壁にはステンレス板を、31階にはクライスラー社のボンネットに輝くラジエーターキャップを取り付けました。内装は当時流行していたアールデコでまとめられています。設計当初、ウォルター・クライスラーは建築家のバン・アレンに世界一高いビルを作るよう命じました。アレンは地上77階の超高層ビルを設計。しかし工事が完成に近づいたある日、現場に衝撃が走ります。ウォール街にさらに高いビルが建てられようとしていたのです。そこでアレンは一発逆転を狙います。細長い先頭をビルの頂点へ取り付けたのです。それをバーテックス、天頂と名付けました。1930年、ついに319メートルの世界一高いビルが完成したのです。世界一の座は1年足らずしか守れませんでしたが、今もニューヨークの人々に愛される経済大国アメリカの象徴です。ニューヨークの摩天楼に対抗して、旧ソビエト連邦の独裁者スターリンも高層ビルを築きます。名作ナンバー45、モスクワ大学。高さ239メートル、5000の部屋を有する巨大な大学です。スターリンは伝統的な建物を破壊し、共産主義国家の威厳を強調すべく高層ビルを次々と建設したのです。左右に翼を広げ、中央は天に向かってそびえる重厚な造り。正面入り口は古代の神殿風。この様式はスターリンクラシックと呼ばれます。建物の上部は57メートルの尖塔。頂には共産主義のシンボル、麦の穂に囲まれた星が取り付けられています。1947年、モスクワ建都800年を記念して、7つの丘に
7つの高層ビルが建設されます。通称セブンシスターズ。こちらは24階建ての高層アパートです。天井の高さは 3.5 メートル、広さは80平方メートルの 3DK。 建物の上部にはゴシック建築に見られるピナクルという装飾用の小さな尖塔がいくつも取り付けられています。壁面のレリーフには偉大なる父スターリンの下で輝かしい未来を見つめる国民の姿。しかしこの時代、粛清による犠牲者は1000万人とも言われています。恐怖政治を行ったスターリンの象徴は激動の時代を経て今では貴重な歴史遺産として受け継がれています。